皆さんこんばんは、ティライです。今日は韓国の唯一できるメイドカフェについてお話してみようと思います。まず簡単に説明すると、今韓国にメイドカフェは本当一つもないんですよ。でも最近日本に関する動画や食べ物とか、こういう日本文化に興味を持てる韓国の方たちがすごく増えてるんじゃないですか。僕の親戚の子もつい最近友達と日本に行くけど、メイドカフェに行く計画があるから、どういうメイドカフェがいいか僕に連絡も来たんですよね。これほど韓国でアニメが好きな方も多くて、僕の親戚みたいに最近日本旅行も解けたから、本当に日本にいてメイドカフェに行く人たちも増えたんですよね。だからかな、2023年今年2月くらいに韓国でメイドカフェができるらしいんですよ。今インスタやツイートとか SNS で広報もしてるから、結構知ってる方も多かった。僕もこの知らせを聞いた時は、メイドカフェってハードル高いんじゃないですか。だから行ける人いるかなって、そう心配したんですけど、この店で最初仕事する人たち、メイドを募集した時に300人以上が参加したらしいんですよ。めっちゃすごくない？それなら韓国にメイドカフェができるっていう、こういう知らせを聞いた韓国反応はどうなのか、一緒に見てみましょう。最初は、面白そう、僕も行きたいね。日本メイドカフェは 3D の人間だけど、実在する 2D みたいな感じだから大丈夫なんですが、韓国語でするメイドカフェはなんかめっちゃ恥ずかしいと思うな。わらわら、あの店はメイド募集に400人も志願したらしいよ。すごくない？友達の誕生日にあそこでパーティーをやりたいってそういう反応もあるし、面白そう、わらわら、美味しくなれ、ぴょんなんか今度は人気になりそう。オープンしたらユーチューバーたちもめっちゃ多いんじゃない？わらわら、いろんなのいいね、わらわら、私も行きたい、クック意外と多く行くんじゃないの、クック。そして萌え萌え気温、気になるね。短期間にすると人気そうじゃない？でも私も行ってみたい。今度は上手くなりそう。昔と境の雰囲気が違うもんね。最初はユーチューバーたちですごく稼げそうだけど、長くなるとわからないね。確かに友達と一度は行ってみたい。日本でもメイドカフェあんまり人気なくなってるんじゃないの？コスプレする方たちのローマンみたいだけど、自分がするのと見るのとは違う感じがするけどな。なんとかなるでしょう。昔だったら何時間待つこともありえないんですけど、最近はインフルエンサーとか YouTube とか、そういうのがあるから人気になりそうね。こんな感じで、ほぼ一度は行ってみたいっていう、そういう方が結構多かった。そして違う意見としては、すぐなくなりそうだっていう、そういう方もいたのはいたんですけど、逆に今度はうまくいきそうとか、時代が変わったから、人気になりそうだっていう意見も多かった。でも、すぐなくなりそうだっていうのは、なんでかというと、今まで韓国でメイドカフェを挑戦した方が結構いたんですよ。一番最初は2006年の時、ソウルでできて、2007年の時も대전で、2010年の時は강남で、レーシングモデルの方がするメイドカフェとか、2013年にもあったし、平日には一般のカフェで
週末だけメイドカフェになるところもあったんですけど、まあ、全部こう短いうちに、まあ、こう店がこうなくなったんですよね。まあ、いた方のこう話によると、こうまずこう店がそんなにこう綺麗じゃなかったし、まあ、すごくこう値段が高くて、こう食べ物もまあそんなにこう美味しくなかったらしいんです。まあこの時は日韓関係とか、まあ、いろんな理由があったんだと思うんですけど、まあ、一番の理由はこうあんまり、まあ、広報してなかったから、こう一般の方たちはこう韓国にこうメイドカフェがあったのも、まあ、本当こう知らなかったんだと思います。まあ、でもこう今はこう韓国にメイドカフェは一つもないから、今できるこの店がこう唯一のメイドカフェなんですよね。まあ、そしてこの店は、まあ、ちゃんとこうインスタや、まあ、ツイッターでこう広報もしたし、メイドさんもこう400人が志願するほど、まあ、人気も結構あるから、まあどうなるかはこう分かりませんね。まあ、個人的には僕もまあ一度は行ってみたいかな。こう韓国のメイドカフェ、こう日本の皆様どう思いますか？こう皆さんの意見もまあコメント欄にこう書いてくれると嬉しいです。まあ今日はここまでです。まあ、僕の動画見てくれてありがとうございますね。楽々。